はい、ということでおしゃれイルカのコスパ最高始まりました。今日の動画なんですが、10月に入りまして、最近ですねめちゃめちゃ寒くなってきましたんで、羽織物が欲しいなと思われているですね方がたくさんいらっしゃると思いますので、僕がですね秋のシーズンに着る羽織物としてですねおすすめしたい商品をですねご紹介したいと思います。でもう見えてるんですけども、今日ご紹介するのがノースペースのですね超ド定番のデナリジャケットになります。このジャケットなんですけど、もう本当にですね不朽の名作ということで、もう30年以上のですね歴史のあるジャケットなんですが、僕はですねこの秋のシーズンにはめちゃめちゃ重宝して気に入っているジャケットなので、今日はですねこの超人気アイテムをですね僕はなんで好んで着ているかだとか、実際にコーディネートなんかもご紹介していきたいと思います。ちょっと羽織るものがですね欲しいと思っている方はですねぜひ最後まで動画をチェックしてほしいなと思います。僕のチャンネルではこういったですね、僕イルカがですねコストパフォーマンスがいいなと思っている商品を、紹介しているチャンネルになりますので、よかったらこの機会にですねチャンネル登録しておいていただけると大変嬉しいです。はい、ということで早速ジャケットを見ていきましょう。はい、ということでここからですねデナリジャケットについて知らない方もいらっしゃると思いますので細かくご紹介させていただきます。こちらのアイテムなんですが、1989年に生まれたですねもう30年以上もですね歴史のあるモデルになってるんですが、もともとですね登山とか遠征用に作られたですねアイテムになっております。で見た目はですね、まあ見てわかる通りですね非常にクラシックなデザインになっておりまして、まあ飽きのこないですねいつまでも長く着れそうなデザインになっておりまして、僕もそのあたりがですね非常に気に入っております。サイズ感なんかは今のファッションにですね非常にアジャストされてますので、アウトドアだけじゃなくてですね街着としても非常に使いやすいアイテムになってるんじゃないかなと思います。で価格がですね税込み 19,800円になっておりまして、サイズ展開が XS からですね XXL のですね6種類の展開になっております。で僕は今回ですねオーバーサイズ気味にですね着たいなと思ってますんで XL を購入いたしました。でカラーもですね6種類の展開になっておりまして、定番のカラーからちょっと派手めなカラーもあるんですけども、僕は今回ミックスグレーというですねカラーのアイテムを購入いたしました。で僕はこのミックスグレーをですね購入した理由なんですけども、このノースフェイスのですね結構ロゴが目立つアイテムって派手めなカラー着てしまうと、僕みたいなですね30代の男性にはなかなかですね着こなしが難しいんじゃないかなと思ってまして、このぐらいですね落ち着いた色であればですね結構うまく着こなせるんじゃないかなと思いましたんで、このミックスグレーをですね購入いたしました。で素材なんですが、ペットボトルがですね原料になっておりまして、リサイクルマイクロフリースというですね素材が採用されております。でその素材なんですけども、まあ本当めちゃめちゃ軽くて、まあ、適度な厚みがあって、で肌触りが良くてですねあったかいので、本当ですね着ていて楽なので、このジャケット本当その部分がいいなと思ってですね非常に気に入っております。でさらにですねこの衣服の中の空気があると思うんですけども、それをですね効果的に溜め込んで適温にですね保ってくれますので、非常に快適に着ることができますし、寒い時はですねここの後でお見せしますけども、ドローコードがついているので、まあ、空気がですね外に逃げないようにとかですね入らないようにすることもできますので、そのあたりもですね非常におすすめできるポイントじゃないかなと思っております。はい、で細かくデザイン見ていこうと思うんですけども、まずフロントから見ていきたいと思います。はい、こんな感じでですね非常にクラシックでかっこいいデザインになっております。で僕はですねこのデナリジャケットをですね好んで着ている理由の一つがですね、ポケットがですね非常に便利というところが挙げられます。でこのまず胸の部分にこう両サイドに2つあるんですが、まず左胸のポケットに関してはこう横から手が入れられるデザインになっておりまして、右胸に関しては少しちっちゃいんですけども上から入れられるポケットになっております。であとはお腹の部分に2つポケットがあるんですが、まあ、便利なのがですね全てジップ付きのポケットになっておりますんで、例えばですね家の鍵とか携帯とかですね財布とか入れておいても、まあ滑り落ちることもないですし、そのあたりもですね非常に便利なジャケットじゃないかなと思います。で一つお伝えし忘れてしまったんですけども、このデナリジャケットのですね目立つデザインとして、この黒いですね当て布の部分があると思うんですが、こういう肘とかにもですね当て布があります。でもちろんですねデザイン面でかっこいいからこうしてるっていうところもあると思うんですが、本当はそうではなくて、こういう肘とか
こういう肩の部分ってリュック背負ったりとかして摩耗がですね結構激しくなるので、そこのですねフリースが劣化しないようにこの当て布が採用されております。なので本当アウトドア用なんで非常に考えられてですね作られているジャケットになっております。で続いてバックスタイルなんですが、バックスタイルはですね非常にシンプルな構造になっております。はい、右の肩にノースペースのロゴが入っておりますが、まあそれ以外はですね特に特徴的なデザインはない感じになります。でノースペースのロゴはですね真っ白な糸が採用されております。はい、で続いてフリースの中を見ていきたいなと思うんですが、ジップのですねこの中のところにここにもですねフリースがついておりますんで、ジップの間からですね風が入りにくい構造になっております。で中はですね特に内ポケットがあるわけではなくて、このマイクロフリースが、まあ、前面にですね施されていて、まあ、非常にですねあったかい構造になっております。で両サイドの裾のところに、まあ、見ていただくと分かるんですけども、ドローコードがついておりますので、こちらを引っ張ると裾をキュッとすることができますんで、まあ、風が入りにくい構造になりますんで、よりあったかくですね着ることができるんじゃないかなと思います。はい、ということで着替えてみたんですがいかがでしょうか。今後の寒い時に関しては中にスウェットとかも着たいなと思ってますので XL のサイズを購入してます。まあ、結構ねこのオーバーサイズ気味のですねサイズ感が今どきっぽくていいんじゃないかなと思っております。まあ、ほんとシンプルなデザインなんで、まあ、無難っちゃ無難なんですが、まあ、非常にかっこいいんじゃないかなと思っておりますので気に入っております。ということで何点かですねコーディネートをお見せしていきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。今回はですね僕が秋のシーズンにおすすめしたいですねノースペースの定番商品デナリジャケットについてご紹介させていただきました。少しでも参考になればいいねボタンチャンネル登録しておいていただけると大変嬉しいです。はい、ということで次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。暑い。